皆さんこんばんは。ゲームプロデューサーの今泉潤です。広陽寺です。この番組は意気健康なエンタメ界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。大辞林によると意気込みの盛んな様子が意気健康らしいです。ね、まあ文化放送でね、文化的な話も一個入れとこうかなということで、今週も引き続きゲストがお越しくださってます。ファントムオブキルでフリーズスキャーブルを演じている三浦千之さんです。はい、皆さんこんにちは。フリーズスキャーブル役の三浦千之です。よろしくお願いします。どうですか、なんか1週間やってみて。いや、きっと早いんだろうな、あっという間なんだろうなって思ってたら本当にあっという間でした。文化的な賢い話をしてたらあっという間でした。あっという間だね。あっという間に、そういうすごいラジオなんですね。今週は何話しますか。はい、今週はリスナーというテーマ、一応ちゃんとやってよ。三浦中紀が話したい今週のテーマはドゥルルドゥンみたいな。はい、リスナーです。ということで、はい、キュウリコーラさん。そりゃまずいだろう、うん、そりゃキュウリコーラまずい。絶対まずい。はい、キュウリコーラさんからいただきました。会社になぜかじいさんがいて、失敗しては忘れてたとか言うし、挨拶しないし、偉そうにしていて、はっきり言って何様なのかなと。注意する人もいないし、どうしたらいいでしょうか。非正規雇用みたいです、とのことで、非正規雇用ではあるみたい。いや、僕ね2パターンあると思って、この人が実はオーナー社長だったパターン。なるほどね。って時々あるよね。人間力を試すみたいな、うん、ドラマチックな展開がもしかしたらあるかもしれないっていうことで接したら面白いんじゃないかと、そしたらだってオーナー社長だったらね、忘れてたとか言っても、あ、そうですかっつって、いや、逆にあれなんじゃない、試してるんだったら忘れてたとかって、ふざけんじゃないよっつった方がいいんじゃない。あ、そう、偉いお前、だからそういうのを見ているかもしれないから、だし、それでふざけんなって言った方が多分好感度高いじゃないですか、だし非正規雇用ではあるみたいってことは、非正規雇用であるってことはそんな偉くないはずだ、だから強気に行くべきだ。あとほら、手に書いてあげればいいじゃない、忘れないように。これ手に書くんだよっつって教えてあげればいいじゃない、最初から最初の一歩から、こうするんだよ。でもこれってさ、ほら、あの戦後日本お金なかったからさ、だから給料がいっぱい払えないからボーナスっていう考え方だったりとか、で安いけども、あの会社が良くなったら、ね、年齢が上になってったら給料が上がりますよっていう、こういう段階性取ったりとか、だから若い一番働き手